どうも。こんばんは。みんな。まだ18時だよって。違うのよ、もうこの時間配信するとしてもこの時間にさあ配信しようよっていう試しよ。この時間に配信して私は喋れるのかしらね。私の時間じゃない私時間だと、いやでもね、ちゃんと早寝、昨日は割と早寝できたんですよね。そう、昨日は結局ね、やんなきゃいけないことが増えちゃったんでちょっとね、予定よりは遅くなったけど、でも1時過ぎぐらいには寝たの。もう眠たかったんだもん、もう無理だった昨日は。すごい昨日だからもう本当に眠かったんで、昨日コメンタリー配信があったんですけど、コメンタリーのコメントが出てくるのかなってくらい眠かったでもなんか思ったよりは喋ってたかな。喋んなきゃとは思ってたけど、マジでコメント出てくるかもうやばいぐらいの判断能力がもう、だからたまにたどたどしかったのは、そうコメンタリー、そうもうね、頭の中で頑張ってこう言葉をこうつなげて喋りましたそうなのよ。今日の朝は家を出ないといけない、10分前に起きちゃいましたけど、まあ、ぐっすり眠りました。でも8時前には起きてた。7時何50分ぐらいかな。8時、そうね、8時過ぎに出ないといけなかったから、そうだね、そうかな、早めに、そうそうそう、やばいよね。うん、今日は暑かったですね。めっちゃ暑かった。うん、10分で支度する、できるできる、顔も髪もやらずに、顔も髪もやらずにメイクとかあんま、そうリハだとしないから、リハだったんで朝は。そうなの、今日は配信は夜まではやらないですよ、もちろん予定あるから、予定もあるし。そうなの、てか早寝しないとだし、できるかわかんない今日は。でも今日も割と眠そう、体は。うん、だから寝れるかもふふ早寝早起き、早寝早起き、そうなの。だからついでに朝ごはんも始めたいんだよねそう、朝ごはん始められたらいいな。早寝早起き朝ごはんまで行けたらもう憧れの小学生ですよ。それこそ小学生のような生活。そう、朝ごはんぐらい自分で作ってみたらいいじゃないかって自分自身に思ってるから、やりたい、そのうち。いや前はやってたよ、確かにホットサンドとか、ちょっと前のブーム朝起きれないんですよね。起きれないけど、そんぐらいね、やってみたいよ。うん、でもそう、今めっちゃ眠くない？なんでこんな眠いんだろう。最近朝起きるの遅いんだよね、そのほんと10分前に起きちゃうとか、そんな子じゃなかったのよ昔は。
昔はね早起きしてたのに、眠くなるよねこの時期。ずっと眠いんだけど、なんでだろう。で、冬眠からさ明ける頃じゃないの割と。私は逆なんですかね、眠くなっちゃう。あ、ポカポカだから逆に。確かにね、なるほど。暖かくなってるから、でもさ、めちゃめちゃね夕方ぐらいの今の時間ぐらいの気温めっちゃいいんですよね。でも昼間は今日暑かったんだけど、夜はすごい寒いんだけど、その間ぐらいの時間がめちゃめちゃいいって思わない？今めっちゃちょうどいいんですよ。涼しくなる。でも私が好きなのは夏から秋に変わるあの期間の方が好き。この期間も結構2番目ぐらいに好きなんですよね。この春手前、春手前というかもう春か、春夏になる前のこの寒すぎない暑すぎない時が一番好きなんですけどそう、夏秋がいいんだけど、これ何、これ春夏、春夏ってなんか違う意味になっちゃいそう。春とは夏の間、夏春にすればいいか夏春もいいなって思ってる。夏秋と夏夏がいかに私がダメなのか分かっちゃうね。これ冬に関しては別にね、なんか冬もあんまそんなあれだけど、夏がね苦手なんですよ。とにかくもうすぐそこにいるんですけど、夏がどうしよう。本当に夏になったらなんか楽しいことね、ちょっとないかしら。本当にやばいよ、夏の楽しみがあんまりない。夏ダメだもん。暑いのが本当にダメなんですよね。ね、外に出られんくなる。まあそんな出ないんですけど、でも夏やだね。もう来月から夏だって。もうすぐそこやん。じゃあもう今月までです、私が元気でやれるのは暑さに弱いんで私は。はい、取扱説明書に書くです、書きますね絶対に。夏は弱い、夏に弱い。うわー、ミン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 泣いてる。蚊にも刺される。確かに虫厄介やった。暑いの本当にそうなんだよ。気をつけてね本当に。蚊がいたよって。私も蚊見かけたんですよね。見かけました、逃げました、セーフでしたあー梅雨とかもね、確かに癖っ気には辛い。梅雨も始まるのか。本当にいいことあるのかこの先に。夏に、夏、本当に夏ダメです。はい、ね、ねえ、頑張ってこう。夏楽しい。あ、ユニバでまたワンピースがやるらしいから、本当に本気で大阪に行きたい。確かに旅しよう。そうだそうだ、旅は残ってるし。波動旅行で旅行して気を紛らす。でも暑いんだよ、行く場所行く場所。日本だから、なんて言ったって日本だから。暑いけど旅行でもちょっとぐらいは紛らせられるかなね。そうやってこう夏であることを忘れてやっていかないと。確かに上の方に行けばいいんじゃない。確かにね、北海道に行くしかない。確かに私は北海道の旅行券持ってるから。ユニバは夏だよ。あのワンピースは7月5だったかな昨日か今日かなんか見たぞ、そのニュース。ニュース、あ、やるんだ今年も。毎年やってるからね。
そうそうそう。うん。7月5から会ってた。ほら。だってさっき見たもん。さっきか、昨日か、そんくらい。見た見た。うん。でも暑くない頃に行きたいからな。9月、去年9月行ったけど、9月だったっけ？暑かったんだよ、めちゃくちゃに。はぁ、どうしよう。本当に。負けそう。負けないで。うん。明日からスタバだ。確かにスタバ行かなきゃいけない。明日、明日どっかで行けたらいいな。うん。冬にユニバに行ったこともあるよ。冬のユニバ、2月ぐらいのユニバ、もう極寒だった。じゃ薄着で行きすぎた自分が、自分だったんだけど、薄着で行きすぎたからってのもあるけど、めっちゃ寒かった。2月は2月でむつっと思って、もうテーマパーク楽しい季節はテーマパーク多いんですよね。でも人が、そらそうだ、今も多そうだし。でも今日なんて暑かったからね。うわ、で夢の国行きたい行きたい行きたい。1年ぐらい行ってないですね、夢の国。うん、もう暑いの、暑いのも嫌だけど、でも遊びにも行きたい。うん、かぶり物はかぶるって、なんかね、かぶんない、かぶんなくていいやって本当は思ってる。だからノリです。もう大丈夫になっちゃった。私かぶんなくてもいい。なんかそう、初めて行った時とか、何回かな、でもまだ5回ぐらいしか行ったことって、10回も行ったことないんですけど、かぶり物についてはあの最初の方はで楽しいんだから。そう、でも今は割ともうね、自分がどういう見た目かっていうよりも、もう楽しむに徹してるわけよ。もう私は楽しみたい。自分の見た目なんかよりも気分の話になってきてる。楽しみに行くから、もう見た目とか写真とかももういいかもっていうとこまで来た。これはだからもしかしたらどうなんですかね、少しはディズニー何回か行ってるからこういうことになるのかな。何回か行くとこうなるのかな。なんだろう、まあ一通り昔撮ったしって、一通り被ったし、一通り被ってないけど、まあ被ったし、被ったこともあるしみたいな、なんかもうそうなの、全然しっかり楽しく楽しんでる。楽しいのが大事だから、私はどっちかというとこう楽しみたいか、いろんなアトラクションに乗りたいから、アトラクションに何回乗れるかの方が大事かもしれない。いっぱい並ぶ。うん。そう。長時間待つのはいけるかなって。絶対に携帯の、充電器を持っていくこと。うん、これさえあれば並べます。はい、いじります、携帯いじって喋って。うん、基本メンバーとしか行ったことないんで、そう絶対喋れる。あとね、家族とかもそう喋れる。そう、写真の量が多くて多分ね電池減るんですよね。でもなんかバックアップとか、バックアップだっけ、消えないやつ、消えないデータが保存されてるやつもやってるんですけど、だから消せばいいんだよね。消すのがね、ザッて消してみよう。じゃあ1年分消します。うん、なんかわかんないけど5年分ぐらい写真持ってて、今の
そう、5年分あるかな。そう、でも全部バックアップしてるからいいんだよね別に。そう、あるから、そこにあるから、だから消えてもいいんだよ。この多分この端末に入ってなくていいんだよ。多分それがね、あのデータをね食ってる気がする。うん、ちゃんとバックアップ取ってればいいんじゃねって話よね。だから大丈夫なんだよねきっと。消すか、消そうって思ってる。100単位で消すときは消していきます。消す時間はですね、気が向いたとき、あとはそれこそ電波がつながらない環境になってしまったときに、まあ、とりあえず写真消そうって、100単位で絶対消していくんですけど、100溜まって消去、100溜まって消去、なんか選択してよし100消す、100消す、100ずつなんか消していってしまうんですよね、間違えないように。うん、そう、それ10回繰り返しても1000なんですよ。それでもまだ写真あるんです。恐ろしいですね、恐ろしいです。うん、いらない写真、そう、自分の写真とかはあんま別にいらないから、その載せてしまえば、うん、だからな、消さないと。どんどんね、そう、どん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 溜まっていくのよ。うん、すごいよね、毎日だって1枚、今なんてコーヒーで写真毎日1枚撮ってるからさ、絶対に365枚は溜まるわけよ、コーヒーだけで。まあ例えばコーヒー1年やるとしたら、まだ半年ぐらいなんですけど、まあ、でしかもコーヒーも画角をちゃんと調整するわけですよ実は。毎日3枚ぐらい撮って一番いいコーヒーを載せるんですけど、たまに一発撮りもある、一発撮りで、あ、これめっちゃいい、これでもう載せようってやつもあるんですけど、たまにうまくいかない人があるんですよ、コーヒーの、あの、なんだろう、もうちょっと綺麗に撮りたいって。そう、あの1枚すら何枚か撮った中で、そう、アイドルが自撮りを何枚か撮って1枚選ぶような感じで、あのコーヒーだってそういう扱いをされているんです。そうなの、だからね、そう、変にこだわるとこうなっちゃうからね。うん、そう、そうだよ、ちゃんと写真毎日撮ってるから、あれも。だからまあ、ほんと3枚毎日撮ったらもうコーヒーだけで1000枚いくんだね、じゃあ年間。怖っ。怖いね、そんなにあるんだねって。うん、あ、ナルカメラどこ行ったんって、え、言わなかったっけ、お姉ちゃんにあげたの。お姉ちゃんに。お姉ちゃんにあげたよ、はい、言わなかったっけ私、わざわざ言わないか、別にカメラの状況について。そう、最近前持ってたんですけどカメラ、うん、そう、そうなのよ。でも写真ね、使われるよ、そう、使ってる方がいいかなってので、そうそうそう、うん。大丈夫、そう、もう最近はそうなのよ、携帯でも十分だしね、確かにそれはそう。また気が向いて、もしかしたらカメラゲットするかもしれない。うん、まあ写真、カメラ持ってた時代ってそう、もうだいぶ前だね、だいぶ前です。うん、サムネイル、そうだね、サムネイル1回、あ、やっと今週ですね、
そう、サムネイル公演やばい、それもやらないとって感じだし、そうそうそうねえ。サムネイルってめちゃ久しぶり、そっかな、結構久しぶりだね。確かに1ヶ月くらい空きました、もしかしてね。ね、嬉しい。しずくもね、確かに。しずく公園入ってる？入ってるかしら。ね。しずくは、そう、出るかわかんないのか、まだ。出るかわかんない状況として発表されてるの？今月そうだよね、出たいんだけどね。どうでしょうね。これ出ますって言ったら大変なことになる。出るかわかんないんですよ、まだわかんない。え、わかんない、出るのかな、え、知らない。何日にあるの？何日、え、わかんない。本当にわかんないもん、本当にわかんない、わかんない。明日のスケジュールもあんまりわかってない。本当に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 わかんない。明日何するの？私明日リハーサルあるかも。何するの？あとはわかんない。でも1ヶ月のスケジュール教えてくださいって教えてもらってるんだけど、把握してないだけです自分が。うん、この携帯に送られてきてるから、この携帯見ればわかるんだけど。で、見ないよね。聞くだけ聞いてね。そう。とりあえずね、聞くだけ聞いとく。あまりわかってないけど。困っちゃわないの？休み？取れないのって分かんない、知らない。でもスケジュール見れば分かる。全部見ないと分かんないもんね。来週は私は何をしているのかな。20、30コンサートなのは分かってる。それはもう毎日ね、もう目の当たりにしてる。29、30までにこれをこれをって感じでリハやってるんで、はい。今日もいっぱいリハしました。1、2、3、4かな。今日は4曲リハしたっけな。うん、明日はしかもそうだ、8と AKB のこのどっちもある気がする。まあ、そうやってね、こうやっていくんですよ。こうやばいですね。割と武道館よりも大変なんじゃないかって思ってる、なんとなく。やっぱ武道館の時はね、1公演リクエストアワーだったじゃないですか。だけど今回はちゃんとコンサート 3個あるじゃない。ってことはそっちの方が大変なのかなって。まだ曲順ちゃんと理解できてないんですけど、背取りをちゃんと頭にインプットできてないけども、おそらくね、そう思ったら割とあるよね。うん、ね、
嬉しいけども、いっぱいそう覚える、だから覚え事が多めだから、太陽はもうちょっと待ってくれ。何が言いたいかっていうと来月行けたらいいけどなあ、ほんと私はそう来月を目標としたいけども、いやもっと先かもしれない、ちょっと待って燃え尽きてスケジュール4月30燃え尽きて、5月が10日ぐらい過ぎて、そんでなんかまあいろいろやって、そうね、もしかしたら梅雨ぐらいかもしれない、わかんない、どういう予定かちょっとよくわかんないから、頭の中で、はい気長に、そう、やばい千秋楽とかやんないでよ終わったって、終わっちゃったんだけどってやってたらおもろい、そしたらもうショールームでやるわ、ショールームで始める、もう僕の体温一人でやっとくわ、うん。お話し会も再開するね、5月からだね、そうなのよ、お話し会やっと来た、こ最近確かに なんでこんな喋るんだろう自分って思ったけど、喋ることが少ないからじゃないと思う、このお話し会っていう場がないから、このショールームでやっちゃうそうね、ちゃんと喋れるのは来月からですね、1対1でサシトーク、これはもうそう、みんなと会場のいる、会場にいる皆さんは黙ってる状態で、私だけ単独で喋ってるっていう状況に置かれてます、はいね、うん、そうだよ、おしゃべり、おしゃべりね、どんな感じなんだどんな感じなんだろうね、そうなんだよね、うん、マンツーマンねえ、そう前回の感じなのかな、うん、こんなんかちょっと口の色寂しいからちょっと塗ってみます、うん、色ついた、どういう感じかなね、もうやってみないと分かんないからね、私も知らないもん、うん、化粧品をよく買いました、今月は、今月まだ10日しか経ってないじゃん、今日10だっけ、10だっけ、11か今日、え12だっけ、11だとしてじゃあ10日ぐらいしか経ってないんだ、10日しか経ってないのに今月は物欲を満たしている月です、はい、いっぱい買いました、あんまり、そうなんだよね、お金を使わないようにしてるんですけど、使わないようにしてるっていうか、そう家計簿をつけてるんですけど、家計簿をつけてたら使わなくなるんですよね、なんかめんどくさくて、そういうのもあって、でも私は使いたいんです、使いたい、出た、たいたいって言いたくなる病使いたいです、これで合ってんだよな使いたいんですけども、うん貯金して、貯金が好きとか貯金がしたいとかじゃない、なんだろう、でも貯めてたいんですよ、あってことは貯金したいのかな、貯金するぞって意気込んでるつもりもないんだけど、最低限でいいやって
思ってたりはするんです、なんか使うものは。うん、なんだけどでも使いたいんですそう、なんか今月はちょっと使ってみてますそしたらバランス悪すぎてなんかドーンって使っちゃった気がする。ドーンっていうかまだ10日しか経ってないのに、あ、もう使ったなって。だからこの後細々とやっていくかもしれない結局平均同じくらいになりそうな、なんか下手なんだなこれ、難しいね。うん、服を買いましたね。服とか買いました。服とかコスメとかそういう系買ったんだけど、使う金額決めてるとか、そういうのは決めてないんです。別にいくらは何でいくらは何とかじゃなくて、そういうことにしてるからだと思うんだけど、うん、うん、え、逆にそう、服とか化粧品じゃないもん使うところって、うん、でもやっぱりねコンビニによく行ってるよね。コーヒー買いに行くのもそうなんだけど、うん、でもやめてやろうかと思ってます、もう家計簿を。手ってやめられなくて毎月1日悩んで結局書いてるんですけど月末になってもこれ最後でもいいかもとか思い始めるんですけど、家計簿についてはでもやってるんですよね。1日からまた変わっちゃったなって、うん、そうなんだよね。うん、そう、だからこうやって書いてるから気にして使わなくなり、使うことをやめそうだからっていうのでやめようと思ったんだけど、でもやっぱやってることのいいこともあるから、やっぱり、うん、結局書いてるいい習慣だって。本当？嬉しい。そう、そんな感じですね。最近の私の話ってこんな感じじゃない？でもさ、前回の配信からそんな経ってないよね。どうなん？人に聞いていくスタイル、そんなに経ってないよね。近況報告ってこんなとこな気がするんだけどね。1週間くらい、そんな経った？1週間経ってないんじゃない？3日前でしょね。カード開けてたのか。喋ってないね。じゃあカードについてしか喋ってない。でもこれからはこの時間にやりたい、理想は。でもこの時間にできることが少なくなるってことだよね。分からんけど、うんね、イベント終わりが多い。そう、もうだからイベント終わりも寝るってことにしようと思う、ストレートに。それが理想よ。ほ、そう、そうだね。毎日レッスン、レッスンしながら配信、うん、まあでもあんまり決めないです、時間は。と言いながらも10時からやる可能性だってあるしうん、前よりは減らそうと思ってるっていうか、違うんですよ、寝ないと。ちゃんと寝ようが目標だから、早く寝るのも大事、どっちも大事だけど、うんそう、
その時間にいるのは不思議ですねって。うん、確かに。あれだな、本当はでも土日に配信してたら割とみんな見れるのかなって。え、どうなんかな、ちょっと この時間のこのこれ配信見に来てる人たちは割とそういう時間とか気にせずに働ける人たちが多いんですか。やっぱり休みの日っていうのはその土いわゆる週末の土日だったりするんですか、それともあれですか、平日とか、あ、決まってないとかなのかな、ね、土日の方がそう見やすいのかなって勝手に思ってるんだけど、わかんない。小学生はそうだよね、中学生ね。おー、バラバラですね、皆さんの休みの日は。あ、日曜が休みです。まあだから日曜が多いんじゃないかなって思ってます毎週日曜日配信しますって言い切れないんだよな、たでもね、そうなの。ほんとだから毎日配信してるメンバーってすごいなって思う。すごーい、すごーい。早起きしたりとかして、でも早起きしても喋ることなくなっちゃうからな。そうなんだよね、喋ることなくなりそうだから毎日はできない。なんとかやってたか、でも毎日やってた時あ、 YouTube の通知来たって。え、そうだわ、 YouTube 上がります今日で。 YouTube 見てね、にしよう。やばいやばい、 YouTube 上がる日じゃあやめる配信っていう感じになっちゃう本当だよ、YouTube のこと。そうだった、昨日決まってたから忘れてたよ。 YouTube見てね。やばいやばい、YouTube を見てね。見に行ってきてもいいよ別に。この配信は気まぐれかつ別に何か起こるわけでもない配信です。今 YouTube もいつでも見れるけど、確かにじゃあ見てね、 YouTube 見るっていう約束のもと配信してるってことにするよ。じゃあ配信後に、でももうそろ終わろうかな。え、もう1ヶ月じゃなかった、1時間経ちましたか。もう経ったよね、まだ経ってないか。6時に始めようと思って準備してた気がするんだけど、何時に始めたか見てなかった。6時ぐらいからスタンバイしてたの、ここで。もうちょっと、うん、19時。あ、今日の動画はそうだよ、初の試みを見てね。6時23分からですって。ふ、ありがとう。あ、いや、そうね、カラオケしてもいいんだけど、配信自体はそうね、あと1時間くらいかな、やれてです。確かにカラオケやったらそう、もう時間が一瞬なんだよね、1時間で終わっちゃうから。はい、終わり、今日もありがとうございましたが一瞬なんだよ、ここから今から本当に歌うんだったら。かもずっと私がペチャペチャ喋ってる時間にするか。この1時間みんなは見てくれるの、どうやって過ごす。じゃあどっち。行ってもいいって。うん。今日は編集はちょっとしました。
カパルでも、うん、えら、夕飯の準備しましたって、えらい頑張って。何作るの今日の夕飯、何がいいかな。うーん、食べたいものは特にないです。あ、今日うどん食べるかめっちゃ迷った。うどん食べるかめっちゃ迷って食べなかった。うどん食べたかったのかな、やっぱり。いや、うどん気になってたんだよな、ずっと。結構歩いたんですけど、今日は帰るとき、帰りつきながら、帰りつくまでのうどん屋を何回か行こうか迷った。でも帰った。うん、そう、ちくわだよ、ちくわ。ちくわを食べにうどん屋に入るんや。ちくわ店って磯辺揚げって言うんだ。いや、磯辺揚げ、ちくわ店って磯辺揚げなことが多いから磯辺揚げって呼んじゃう。磯辺揚げじゃなきゃちくわじゃないのかもしれない、私の中では。いや、ちくわなんだけども、そのちくわじゃないのかもしれないってことは、やっぱ磯辺揚げが好きなのかもしれない。磯辺揚げられた磯辺揚げられてるちくわのことが好き。うん、うん、そうなんだね。あ、は、はい。ごぼう天がないんだよね、こっちはね。ごぼう天って九州だけなんだって。知ってましたか、九州の皆さん。九州って言っても福岡とかのが多いのかな。うん、好きね。ごぼ天は、ごぼ天好き。そう、ごぼ天は家族の誰かが頼むからごぼ天を一つもらうんです。それが美味しい。うん、髪染めたって。染めてないんだけどめっちゃ明るいよね。ケルー、予約しよう予約しようって2回お願いし、2回行こうという機会あったんですけど、行けそうな機会が今日だってそうなんだけど、ちょっと空いてなくて、空いてなくてっていうか、そう、タイミングが合わなくって、美容師さんと、そうだから行けませんでした。残念。でも来週、再来週には行きたいです。コンサート前には行きたいなって思ってます、時間取れれば。はい、なんとも言えない色してます。はい、そこまで髪のことを見ないようにしてます。はい、髪切らない、切らないかな。あ、切る切るほら言ってたじゃん、この間。ほら、ここだけ切る。こんぐらい切ります、こんぐらい、こんぐらい切ります。見納め。いや、まだすぐ切らないから、まだまだ見られます。そう、整える。うん、綺麗にね、綺麗にします。はい、うん色は、うーん、その日の気分で決めますどうなるかな、うん、ねえ、結構伸びたよって、うん、それはそう。え、これさ、みんなさ、アバターさ、エイトのうちわ持ってるよね、かわいい。これなんか、なんかあれですか、アイテム的な話ですか。かわいい。よく見たらなんか鉢がいっぱいある何これ、
今しか持てないの？いいね。黄色でかわいい。エイトの配信イベントでもらいました。へえ、配信見てたらもらえたんだ。うん、そっか、9周年記念。うん、かわいい。お誕生日配信、あー、ちょろっと出ました。ちょろっと見てた。じゃあ私これ、うちは見た、うちは持ってる人は見てましたっていうことですか？見ましたよって報告してるの、これは。えへ、チェックチェック。でも結構見てくれてたみたいですね、この会場の皆さん。このアバターが表示されてる皆さん、全体の2、3割、いやもっとかな、3、4割、3割ぐらいかな。ねえ、 3割もいる？ 3 割くらい。うん、そう、まだ衣装とかで、衣装も髪型も隠すために全力で隠しに隠した格好でしか出てないけど、しかも出したことある地図のイラストを見せながら喋ってただけだけど。あ、本当だ、持ってる持ってる、すごい、言ったら変わってる。うわ、すごい、いいですね。あの地図すごかったねって。そう、あれがね、結構エイトの活動の書き物の中で一番頑張った書き物だと思う。あー、書き物で待って、サインシリーズは抜いてね。サインシリーズはちょっと抜かしてもらっていい？2000枚とか書いてるから。そうだよね、2000以上書いてたかん時ね、ありましたよね。まあそこともあったんで、それ以外だったら、うん、あれか、そうだよ、熊本ツアーの時も書いたしな、確かに。まあそうなのよ。でもあれ本当にね、見てほしかったから、またお披露目できてよかった。実家に飾ってあるから。エイト休止したらサインどうするの？もう変えるのちょっと嫌だ。もう書き慣れてるから、あれでいくよ、これからも。ダメかしら、新しいサインを考えるのもちょっと難しい。どうやって考えたらいいんだろう。そう、私もう一回変えてるしね。そうなんだよね。うん、うん、そう、もういいんです、あれでいきます。最初の頃のサイン、そう、オーダーしてもらえればね、隅に書くようにしてます。でもそう、昔のサイン欲しいって言われるけど、でも今のサインはこれだからっていう、そう、下に書いたりします。なんか恥ずかしくなります、昔のサインだって感じで。そう、あれ大変なんです、昔のサインは。何が大変かって、目が大変だったの、本当に。目がでかいんですよ、昔のサイン。だからね、そう、多分チャームポイントは目だよって言いたかった時代があるんですよ。なんかそれで多分目を描いてたと思うんですけど、そう、目が塗りつぶす作業がどうしても大変な工程すぎて、うん、やめましたね。はい、昔のサインもだからサイン会で、だからメインは大きいの四角かな、だからちっちゃくなら書く、
そうそうそう 今オンラインでそれお話し会やってた頃とかたまーに「えっ?」って「それがいいの?」って、そう昔のが欲しいって、じゃあ右ちょっとちっちゃいですけど書いときますねって書くんで気になった方は言ってみてください。あ、リミスタもある、確かに。リミスタ時間ないから無理だな、無理、リミスタは受け付けません、受け付けないんかーい。時間間に合えば、でもねサイン書いてる用意してること多いからね、できるかな。うん、お話し会の方かな、どっちかってと。リミスタあるんだって、あるよ、もう応募終わったかな、応募してみてね、終わってたらごめんね、終わってんのかね、もう一回あるんじゃない、知らんけど知らんけど、でちょっと責任放棄しました、すいません。調べてみて、私に聞くより調べた方がいいよ。で、曖昧な情報、そうだよ、曖昧で有名だから、私の情報はたまにたまにちゃんと言う時あるけど、基本曖昧です、この配信は曖昧です、曖昧でお送りしています。調べるに越したことはない、調べよう、わからないことは調べよう。日付は覚えてる、26だったっけ、いや覚えてなかった、22だったっけ、26じゃない、絶対26じゃないわ、20、曖昧でした、ダメでした、わかんないです、調べましょう皆さん、調べたらわかります、何日だったか、20何日とかです1から0まであるけど、はいはい。でも夜遅かったのも覚えてる、そう9時ぐらい全部おおよそ、あ、27って27です、27、絶対にサインがもらえるよで有名なリミスタ、何枚付きサインが絶対に手に入るよ確定のリミスタです。いつもみんな抽選ドキドキやってるんでしょ、みんなが抽選ドキドキやってるのが見たい今携帯でできるんですよね、何日か前にね、お話し会のみんなどんなテンションでやってるの、見たい見たい、私の開封動画みたいな、開封動画、開封配信みたいなノリかな、おーみたいな声出るよね、あれね、絶対ね、そうだよねうん、ね、そこが見たい、すごいみんな面白い、すごいね、そうだから早い方がいいんじゃないか説とかあるからね、そうなの、結局何がいいか分かんないけど、コツとか分かんないんですけど、うん、あ、そうね、結局はやってみなきゃわからない、それだけだ、おー、今さ、そうワンピースの本誌が楽しくてね、楽しいんですけど、今アニメ2周目見てて、まだフォクシー海賊団見てるんですけど、
もうフォクシー海賊団ぶっ飛ばしてみたいぐらい。いや、親便もいいよ、親便もういいやってなってる今。そう、フォクシー海賊団でちょっとなんか早く次行きたいってなっちゃう。知ってるからね、この先のこと。そうなんだよね、うん、そうなんだよ。ちょっと長い、ノロノロビームがそううざくなってきてる。うん。そう、面白いけどね。面白いよ、面白いんだけども。そう、あそこね、はい。新しい、あ、そう、ブルーロックもまだ見てるんだけど、まだ見てるからびっくりしそう。私のカードの人たち、どこ、またカードどこ置いたっけ。近くにある気がする。あったあった、カードの人。これ絶対に、このカード引いた時に絶対に私、この人はやばい人だろうなって思ういや、そういうさ目してるよね。怖っと思って、このお顔が、これは応援する人じゃないだろうなって思ってたんだけど癖が強くて、この人すごいすごかった。もうポーズがすごい面白くて、メガネの上げ方がこんなんだったんです。確かこういう上げ方してて、メガネもう面白すぎてやばすぎる、マジでやばかった。この人、いや、これからも多分やばいのかもしれない、わかんない。あんまり、そう、まだ何話、5、6話ぐらいまでしか進んでないんでわかんないんですけどやばそうで、どっちかというとこっち、この人名前覚えてないんだよね。そう、結構人数出てくるので、ブルーロック、名前が覚えられないです。だから見た目で覚えてます。このオレンジ頭の方国神さんっていうんですね。そう、この人割とあれですね、まっすぐな感じで、まっすぐ、そう、もう情熱を感じました。このこれいいなと思って、あの最初にまだ見てもないアニメの何かをこうやって最初に手に入れて、ここからこの人たちをどうなるのか、これ面白いなって勝手に今回やっと思ったんで、あと次違うなんかアニメ見る前はなんかこうやって手に入れてからやろうかな。うん、オレンジ頭、そう、でも割といい感じ、いい人ですこの人は。多分まっすぐだから、まっすぐだったよね、なんか曲がったことが嫌いタイプ。そうそうそう、でもマジでそういう顔してらっしゃる、そういう表情なのか。そうそうそう、こっちはもう明らかになんかやばいやばさすごいね、なんかキャラクターのビジュアルってそういう感じに、こうなんか表情とかだよね、やっぱこの表情、このカードに、このカードのこの顔しか出てないけど、これでわかるんだねっていう、はい。そう、今でもすごい、そう、思ってた感じと違う感じで戸惑いながら見てます。うん、稲妻イレブンだと思って見てたから、ちょっと稲妻イレブンではなくて、まあそれはそうなんですけど、そうそうそう、稲妻イレブン見たい、ずっと言ってる。これどっかで見れるんだよね、しかもサイトも教えてもらったよねスタンダップスタンダップ立ち上がりよが見たい、稲妻イレブンだっけ懐かしい見たい見たい、稲妻イレブン、主人公もなかなかやばいの。そう、ブルーロック、ブルーロックね、まだそう、どうなんだろう、みんな視聴者的に、この配信の視聴者的に見てる人いるかな、ブルーロック。
すごいね。ワンピースはなんかさ、ワンピースワンピース言うてるのをもう5年ぐらいやってるので、5年そう、今月で本当に5周年なんです、ワンピース私のワンピース歴は5周年を迎えました。おめでとう。すごい、5年も好きです。5年前にいや見始めたんですよ、ちょうど多分4月だったんで、多分おそらく春でした、あれは春でした、うん、2018年の春から見始めてるので、はいね、おめでたい、すごいね、ずっと好き、うん、覚えてる。私なんかね、結構ね記憶力いい時はいいんですよね。曲とかここで何やったとか結構覚えてたりする、うん、クイズ出してみて急に逆にみんなあんまり覚えてなかったりするのかな、だ何をしたのはいつでしょうとかね、3つは例えばね、3つをやってたのは2019年の9月とか、そういうの結構覚えてる、うん、ワンピースクイズじゃなくて、そう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 、そういうこの頃にこの楽曲披露したまで覚えてる時もあるし、あまりやらなかったりしてる曲とかだと、例えばバードをやったことがあるんですけど、バードをやったのは新潟ツアー2016年の3月頃に新潟に行ったんですけど多分そこでやりました。ちなみにその新潟ツアーで、あの AK ビンゴの時にゆいちゃんとイクミとヒーがやってたダンスのコンテストみたいなの出てて、その3人が8から、それのイクミポジをやった記憶がある、うん、誰も分かんない話してる、そうそうそう、その時めちゃ練習してたダンス、うん、そう、なんかね、そうやってね、こう部分的に覚えてる、そう、なんか多分すごい頑張ったとかいう記憶があって、そう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 、あれが確かにダンスのきっかけだったかもしれない、うん、あ、わかんない、それより前にやってたかな、ダンス、ダンスがっつりみたいな、うん、春だった、うん、難しかった曲は覚えてる、だからそういう記憶が残ってる、うん、そう、今日が何日か分かってないのに、確かに明日のスケジュールも分かってないけど、そういう記憶はある確かに、あ、そう、 TikTok をさ、アカウントを持つか持つべきかについてね、でも持つ気あんまり持つことを考えてないんですけど、 TikTok が上がってるんですよね、見てねっていうんですけど、自分は見てなくてみんな見てる、なんかさ、アクションとかくれてるのかなとか思うんですけど、見てないから分かんない、知らない、そう、 ANA さんのとこにもそう上がってるの、告知してたっけ、うん、それをね見てほしいって思うんだけど、自分はもう分かってないから、見てねーで合ってるのか、うん、私は全部 YouTube しか見ない、 YouTube、 TikTok だって見始めたら止まらないって聞くから、見始めたらちょっとやばいかもと思って、見る線かいっていうね、そう見る線で、そう、ね、TikTok、 そうでもね、やるならそうだよ、やらないとちゃんと、そう、でもちょっと時間が
アカウントなくても見るだけはできるのか。え、そうなんだ。あ、じゃあ見よう。ただ見ればいいってことね。うん、なるほどね。もうここで聞いてる、相談してるようなもんだからね。確かに TikTok 違う、その ANA さんめっちゃ頑張ったからね。こっからもしかしたらまだ上がるんです、きっと。 ANA さんなんか見てめっちゃ頑張った TikTok。 すごい、 TikTok の撮影の日ってそのもうあっていっぱいあった気がする、いっぱい踊った気がするんだけど、しかもなんかもう時間があんまりなくって、その日すっごいもう動画見てはいぐらいの感じの、あんまりそう何回か動画見てポンってやるみたいな感じだったから、そうすごかった、大変だったけど頑張った頑張ったから見てね、見てほしいんだ。うん、パイロットの何、 あれちょっとよく分かんなかった、あれ何が正解か分かんなくて参考動画見せてくれたんですけどちょっとよく分かんなかった。うん、でもまだ出てくるはず、まだ撮ったよ、まだ撮ったからうんね、でもあれ上がりましたって情報さ、自分が見てないと分かんないのかな。そう、見たよってコメントとかでチラッと見たりして、あ、上がってるんだちょこちょこって思うけど全部上がりきってないんだね。上がったよって誰か教えてほしいな違う、これをファンの人に頼むんじゃなくて、それはちょっと言ってみる、いつ上がるか教えてもらえますか知らないのかい、知らないよ、知らない。しかもそう、動画の出来もあんまり分かってないけど大丈夫かな、心配心配です。755のコメント、確かに755のコメントで今知ってる、あ、ANA 上がった、あ、 TikTok 上がってるんや私のって見てたりはする。アカウント作った方がいいんじゃない、確かに TikTok はやらないかもしれないけど、やるってなるとすごい大変そう、やるならやりたいけど、やる時間が取れるかな、もっとうまくやれたら。うん、今日何食べたってめっちゃ聞かれると思ったけど、これ定型文なんだっけ、何食べたって。定型文だよね多分今日めっちゃ聞かれるなと思ってるけど、これは定型文をしてるのか。定型文変えよう、やだその質問、秘密って言いたくなっちゃうね。自分で書いたんですけどちょっと違うかも、何にしようかな定型文、定型文、うん、私が変えます、私がやったんで私が変えます。はい、好きなケーキありますか。好きなケーキは、うーん、今チーズケーキが食べたいです。チーズケーキ、チーズケーキの種類は硬いやつがいいです。固め系のチーズケーキが食べたい、あの北海道のやつ食べたい、ルタオ食べたいです。うん、ルタオ系、あれ硬くないか、柔らかいか、あれ食べたい。北海道行かないと、ネットでも買えるお土産でもいいけど、待ちきれないならもうネットで買うしか。うん、好きなケーキじゃ話広がんなかったから何喋ろうかなって今
考えてる。喋る内容が浮かばなくなってきたからそろそろ配信終わりかも。話すことあるんだろうけどね、思い出してたら。うん。鬼滅見たって。見てないよ。始まったんでしょ、鬼滅新しいのね。すごい出てきてたけどまだ見てない。5個ぐらい溜まってから見ようかなって。つまり1ヶ月後ですね。はい。18期生と話しましたかねえ。お、7時34分です。はい、ありがとう。8時までです、多分。あ、そっか、今日から前座なんだ。旬の話題、確かに18期生そうだよね。楽しみ。え、次の公演じゃ見れるのかな。ね、まだね、ネモハモを練習してる姿しか見たことがない。お披露目でネモハモやってたんだよね。そう、ネモハモをやってる レッスン場でやってるのを覗いたぐらいです。それだけです。ほぼそれだけなんで。そうなの。おーって、うん、なんかでもすごい練習してたと思う。すごいやってた気がする。先生に聞いたら、ネモハモです、ネモハモレッスンです、ネモハモレッスンですって言ってた気がする。うん。ね、大変だね。ネモハモは体力を使うからね。そうなのよ。いろいろやってたんだ。すごいね、しっかりやってたんだね、ライブ。ね、楽しみ。2ヶ月もレッスン、あ、そうかね、ずっとレッスンしてた気がする。レッスン場この後空いてますか？あ、18期ちゃんですとかありました、ありました。うん、なんか結構リハーサルしてたんだろうなって。初期の頃何で練習してた？でもダンスだよね、とにかく。とにかく体バレるからちゃんと動けないとバレるから練習するしかない。ラブラドールレトリバーだったからね、私たちなんて。初めてのイベントの時。そう。ただ環境はね、確かにその通える距離じゃなかったから。うん。週1しかレッスンできないんです。週末しか上京できないかったんで、最初の頃って。そう。だから移動も大変だったし、確かに。ついてもレッスンしかしてないくらい、レッスンだけですね。そう、なんか全然ね、ダンスは、そう、ダンス曲じゃなかったです。でも1年後に僕たちは戦わないが待ち受けてたんですけど、うん。でもラブラドールも踊れなかったんでね、サビ覚えるのにすごい時間かかりました。はい、
覚え悪すぎるんで私本当に、今も日によっては覚えが悪い日によるんかい、よります。うんねえ、すごかったな。一番難しかったダンスって難しいんだよね、その質問わかんないんだよね。何が一番難しかったんだろう、その時よりに、時折時折で自分のさ、変わってるから踊り方もだし、そうそうそう、難しいよね。どれが一番難しいのか基準が分かんないそうで、この話いつもこの話に行き着く気がする、ダンスの話してたらね。うん、そうそう、一番簡単なダンスわかんない、なんだろうね、わかんない、簡単なのもわかんない、何が一番簡単なんでしょうね。難しいな、質問難しい、やめよう。やっぱりもうそろそろ配信が終わる時間なのかもしれない。もう喋り尽くしたかも。この後はそうなんだよね、あとはね、部屋の片付けをしないといけない、物が多い、物をしまう作業をして、うん、あと何かな、ごめん違うのよ、私がもう喋り尽くしたなってそうよ。ドボンはするって、あ、ドボンしようよ。ドボンする？いいよ。なんか今ドボンみんな頑張ってたりするのかな。ドボンをすごいやってるって。なんかイベントやってるんだよね。カードよく分かってないんだけど。そう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 。分かんないけど。ね、うわ、ドボンしよう、うん、ドボンいいよ。何が、そう、何のかよく分かってないんだけど、そうなの、曖昧だから私の情報は。うん、ドボン、私推しだけの期間なの、あー、そういうやつなのか、よく分かってなくって、あー、カードの、やっぱカードのなんだ、なるほど、うーん、なるほど、それです。やってる人多いのかな、ね、やドボンもやるよ。深夜もできたらいいけど、いや、もう深夜は寝るって決めた。深夜には起きないようにしたい。そう、朝ごはんが目標っていうのは最初に言ったけど、その朝ごはんを作って食べるところまでが目標。丁寧な暮らしね。朝方、そう、朝方になる。でも無理かも、どうだろう。でも明日も朝からリハだからね、必然と早く寝なきゃっていうあれにはなってる、その感覚にはなってるから、うん、これが大事よこれが大事、うん
そうでもね、本当はね今日の配信カラオケしようと思ってたのでもね、なんか喋りたくなって喋ってるんだけど、そうでもあと20分なのでカラオケするのも嫌だからやらないんだけど、そうなの、今日ずっと本当はカラオケをしに来たの、気分転換にショールームを使うなって話なんだけども、そうなんだけども、歌いながらそう片付けとかするやることやってどうにかします。カラオケ配信また後日改めましょう。うんね、この時間だからそうよ。全然曲聴かないんですよね普段。この話も前しましたね曲聴かないからね、基本 AKB の歌歌ってます。AKB の曲もな、覚えてない曲多いもんね。ね。カラオケ配信しますって言っても基本的に30曲ぐらいをループしてるような気がする。30曲あるかな私のカラオケ配信っていつもそうなんだよな。ワンピースのプレイリストはある。だからワンピースのプレイリストをかけながら部屋の片付けをします。はい、そうです。うん、カラオケでもいい。本当？カラオケ、そうだからもっと曲を覚えた方が多分楽しいよね。うん。ね。ね。歌ってみたしないのって、ああそう、それもね、ちょっと考えてはいます。歌ってみたをやるか。うん、そう YouTube でならもしかしたら、そうそうそう AKB 以外の歌も聴いてみたいって。そうでもあんまりワンピースしか歌えないですけどもっていう、覚えたら歌えるかもしれないけど、歌唱力の歌は歌えるよ。だから君の名は希望とベテルギウスねやばい、でもあれ以来歌ってないから歌えるか分かんないうん、そうなんだよ。全くもってそう歌を聴かないわけじゃないんだけどね、たまに日本トップ100みたいなやつ、あれを聴いてたりする。気まぐれです。1位からずっとかけてみたりとかもしてる。それこそそうだ、うたちゃんの歌も聴いてたし、うん、ベテルギウスむずそう、むずいよ。もう、もう歌えるかなもう歌えるかな、ちょっとそうなのよ。うん、そうでもあまり分かんないから、そういっぱい聴かないとって思った。そう曲聴いていこう。でもやっぱ曲聴くとテンション上がるよね。うん大事。マツパしてないよ。そうしてない、行かなきゃと思ってたの、予約しないと。マツパ、これは今自力であげてます。自力パですパーマじゃないから、まつげほらもう自力であげてるからきつそう、苦しさが見えるよねちょっと。まあそういった目元になっております。自力まつげ、自力まつげ頑張ってる。うん、
いい感じよ。ありがとう。ありがとう。なんで今日早い時間なのだ。この時間を基本として生きていきたいっていうことです。それだけさ。ナルタオそうだよ。YouTube みんな見なきゃだから本当にそろそろ終わろうと思います。予定の8時より早いけど終わります。もう話終わったもん全部。話すこと終わったよ。なんか話すことあったかしら。ポン。尽きちゃった尽きちゃった。なんかずっと喋ってたからもう。あったくない？なんか終わった、なんかあったかな？ネイル？あ、このネイル？このネイルはね、ずっとあったんだけど、一回も使わずにずっと、この色使うことないじゃない？なかなかに。この色に合う感じのがあったから、この色を使った、やっと。初めて。このネイル初めて使った。うん。確かに今の服と合ってるねって。確かに。かわいいの。なんか画面で見るよりも画面で見るよりは自分の目で直で見た方が可愛い色してるなね。そうなの、緑あんまり使うことないから。うん、そのしばらくこの色ですか。いや、もう変えると思います。きー、そうね、変えようかな、色。うん。マスクメロンみたい。あ、確かに明日メロン飲むとしたら、明日メロン飲むとしたら、この色のままの方がいいね。抹茶の色、どっちかっていうと、確かに。何色って言うんだろう、これ。うん。ドーナツの新作出たよね。そうそうそう、抹茶でしょ。その話ゆいとしてたんだよ。ドーナツ好きでしょって、うん好きって言って、抹茶だよって教えてくれて、知ってるよ抹茶だよねって。ゆいはもう、ゆいはお姉ちゃんが買ってきてくれたって言ってた。だからもう食べたんだあの人。私はまだ食べてません。新しいの抹茶。うん、ただの自慢やないかいって。抹茶のドーナツ食べた報告されたんだけど。え、売り切れてるの？そうなの？マジやばいね。あ、昨日のメールでも言ってたって。そうなんや、抹茶食べたって言ってた、リハの合間に。いや、2日連続あったからだ。で、なんか抹茶味食べたい、気になるねって言って、その次の日かなんかに言われたんだよ。昨日なのか今日なのか分かんないけど、そうそうそう、いつこの話したかも覚えてないんだけど、うん。言ってた。うん、抹茶好きなのって。うん、結構好きです私、割と。抹茶のアイスは幼稚園から食べてます。結構昔から好きです。はい。うん、最近ほうじ茶も美味しいことに気づいて、はい、ほうじ茶も結構そう気になってる。抹茶美味しい。ほうじ茶、なんかほうじ茶味のスイーツは食べたことないんだよね。ほうじ茶を飲むようになったのよ。でも、うん、そうだから、ほうじ茶味のスイーツを食べてみたい。もっと苦いの、ちょっと苦めなのかな。うん、ほうじ茶のアイスは美味しそう。うん、気になる。
ほうじ茶で思い出した。そう、ほうじ茶でっていうか抹茶って言えばさ、サーティワンの抹茶がすごい好きなんですよ。そう。サーティワンの抹茶がすごい好きだけど、最近マスクメロンばっか食べてて、ちょっと、ま、抹茶食べたいなって思ってる。どっちも緑なんだよね。そう、緑色ばっかり。メロンも好きだし、確かに。そうの、メロンも緑だもんね。うん、そう。でもそう、湯浅さんは、私はマスクメロンの人だと思ってるから、マスクメロン買ってきてすごい、それは嬉しいので。マスクメロン大好きだから。でもちょっと抹茶も食べたくなってきた。そう、でもマスクメロン選ぶ人は多分私しかいないから、私がマスクメロンを選ぶんだけど、うん、だから自分で行くしかないもん、抹茶を買いに。自分が行くしかない。うん、そうなの、マスクメロン誰もいなくなっちゃう。マスクメロン刺してる人見たことないんだよ、目の中で。唯一ライバル下尾ぐらいじゃない。ナルタオしか食べないマスクメロンって。そうだから、下尾がもしいる時に抹茶とマスクメロンってなっちゃう、抹茶刺してみようかな。でマスクメロンのこと裏切ってるような気持ちになってしまうんだよね。そんなことはないんだよ、マスクメロンも好きなんだ。でも最近本当にマスクメロンをよく食べる機会があったので、うん、美味しい。推し変になってしまう。そう、マスクメロンが傷ついちゃうから、それもそれで。いただいてる時は、しかも多分私がマスクメロン好きって知ってるからマスクメロン買ってきてくれてるっていう、そのもうそこまで見て決めるから、やっぱりマスクメロンは私なんだって、うん、なってる。でも抹茶が食べたい、そろそろ。裏切らないよ。もうそしたらもうダブルにするしかない。ダブルだもん、スモールダブルでってやるしかない、うん、抹茶もメロンも、うん、全然このコンビで頼んだことあるよ、何回も。でも見た目が本当に緑だからマジで面白いの、なんかなんだこれはみたいな。そう、しかもさ、どっちもさ原色なのよ、しっかりマスクメロン黄緑と、もう抹茶の緑で、なんかもうなんかもうシンプルみたいな、サーティワンとは思えないほどのシンプルさで、そうやばいっしょ、緑緑すぎて。なんかやっぱサーティワンってこうポップな色多いじゃないですか、ポッピングシャワーとかもそうなんだけど、カラフルなやつが多いじゃないですか。だからなんか不思議な感覚になるよ、これはサーティワンなのかっていうぐらいの。あとジャモカコーヒーも好きなんですよ。ジャモカコーヒーもね、ちなみに色がね一色なんですよ。うん、それをトリプルポップっていうのがあるんですけど、3色でちょっと小さめのアイス、そう、夏場とかに、あ、今もあるのかな、年中あるんだっけ。そう、夏場にトリプルポップで頼む時とかは多分その3つです。抹茶、マスクメロン、ジャモカコーヒー。全然映えないんだよね、これがびっくりするほど写真映えがしないから。写真撮ったことないんだけど。あるかな、この渋コンビで。渋、まあマスクメロンは渋くないけど、まあ渋っていう感じで。そう、あまりにも可愛くなくて。ただ、あ、そう、もちろんポッピングシャワー食べる時もある。渋めが好き、うん、ね。まあとりあえず今はほうじ茶の何かが食べてみたい、それだけ。は、もう少しで終わりますね。もう少しで目標の8時。なんで8時まで、なんか8時までやりますねって最初に言ったから8時まではやらないとっていう、この約束ですから。
約束は守れましたかね。ランキングは読みますか。はい、読みます。13位、48ガールズアイドルファンレジェンドさん、ありがとうございます。12位、筋肉愛好家さん。11位、のぶさん。10位、ゆかとまく、今日も好き。ありがとう。アットマーク。ゆアットマーク。北海道も北海道も暖かくなってきました。おー。暑いと行きたくないな。あ、でもまだ桜咲いてないのか。ね。そうだよね。8位、よしちゃとマーク、なるおし。道後温泉はいつ来るの？いつ行けるかな。ね、行きたい行きたい、温泉行きたいな。それこそさ、ライブ終わってから行きたい。ね、7位、レイナとマーク、早め配信ありがたい。たい、あ、たいって2回言わせてくれた。ありがたい。たい、そう、なんとかたいって言うから行きたい。たい、そう、タイタイ言っちゃうんですよね、方言で。だからね、タイ、行きたいで止めるのがなんか謎にえってなっちゃう。タイタイ病です。なんだこれは。クイ、ほのかと、ほのかとマーク、犬の散歩中、かわいい。ワンちゃん、ワンちゃんの散歩してみたい。してみたい。今ワンちゃん、私どこまで距離感いけるんだろう。5位、ようちゃん。4位、た。3位、しおぱとまく、ドボンよろしく。うん。2位、なる、笑顔になるなる、やむぴょんとまく、昨日のサーリアル見たよ、ありがとう、コメンタリー。1位、はじめとまくシーズンインザ3、156日、イエーイ。はい、ということで、今日は20時までの配信できました。もう20時だよね、そろそろ。ありがとう、今日の配信も。今日は本当に、今日も今日とて曖昧な、なんて変な時間だったのでしょうかっていう配信をしてしまったのですが、私は楽しかったので、それでいいです。ありがとうございます。こんな時間に付き合っていただいて楽しかった。違う、みんながいたから楽しかったんです。ありがとう。ただただ喋るだけの配信でした。ありがとうございます。ドバーッと喋りました。ポロポロした時もありました。でもまあ、いっぱい喋りましたんで喉乾きました。いっぱいお水を飲みます。皆さん、今日もありがとう。またねー、バイバイ。え、不思議な感じ、なんか切れるの待つんじゃなくて自分から切っていくスタイルな、この配信の終わり際の話ね。うん、あ、そう、 YouTube 見てね。ありがとう。 YouTube 更新してます、見てください。見てきてね、ちゃんと最後まで見てね。バイバーイ。バイバーイ。おやすみ。早いね。